QF12 ポンド 12CWT 艦砲は、イギリスで開発された艦砲。最初期の速射砲の一つであり、駆逐艦の手法や、大型艦の魚雷防御法として、広く用いられた。また沿岸砲や、高射砲にも転用された。イギリス海軍は、1858年に一度は誤送、式ライフル砲を採用したものの、汚染の解放不良や、特に大口警報では、 ミサオ法混乱となる問題があり、またこの時点では、走行間鉄力や、標準制度が前装式に劣っていたことから、1864年、再び前装式に回帰することを決定した。しかし一方で、他国では五装式ライフル法の開発、採用が盛んになされていたことから、イギリスの軍需産業は、輸出用として、この種の法の開発を継続した。 イギリス海軍も1879年には再び護送砲の装備へと転換した。これは汚染の設計改良によって護送砲の実用性が向上したことや創薬の進歩によって重砲進化が進み全装砲が非実用的になったことが主たる理由であったが既存の全装砲があまりに巨大化し当時出現し始めていた。 水雷艇を追随できる見込みがほとんどなかったことも一因であった。このことから従来の艦砲を置き換えるような後双方の調達を進める一方で1881年海軍本部は魚雷防御法の開発要求を発出した。これは毎分12発という大発射速度と当時の魚雷の最大有効射程だった600ヤードよりも長い射程により水雷艇を アウトレンジできる性能を求められており、速射法という新しいカテゴリーとなった。そして1887年、ウィリアム・アームストロングが発表した革新的な速射法の一つが本法である。方針は A、チューブ、B、チューブ、外灯及び c フープによって構成されている。ライフリングは2617ミリ長、16畳。 天度は120後継長で1回転とされていたが、後に30後継長で1回転に変更された。油圧式の中体副座機を備え、高脚式、または中心軸式の砲がに課せられていた。架空式の汚染を備え、熟練の砲員であれば、毎分12発の発射速度を発揮できるとされていた。薬室長は393.12ミリ。 溶石は1.994立方デシメートル、空圧は2 5 2 0ォース、平方センチメートル、初速は6 8 1メートル毎秒。最大射程は、行角40度で1 7 4 0ル、最大射行は、行角70度で5 7 9 0ルとされていた。本砲は、初期のイギリス駆逐艦の標準的な艦砲として広く、搭載された。 最初の A 級より手法として装備され、より大口径の40口径10.2センチメートル砲を採用した F 級以降でも副砲として維持された。しかし外国駆逐艦の大型化に伴って、本砲では駆逐艦との交戦には威力不足をきたすようになっていき、1911年に A 級駆逐艦フェレットを実感標的として行われた射撃試験により、 1 0 2トル砲弾一発の威力が7 6トル砲弾六発に勝ることが確認されたことから、1911から12年度計画の研究より廃止された。また大型艦の魚雷防御法としても広く用いられたが、こちらも後に長方針の50口径7 6トル砲に代替された。しかしその後も、 トローラーなど、紹介艦艇には広く搭載され続けており、第二次世界大戦でも、ツリー型、アイルズ型トローラーなどに搭載されて用いられていた。一方、第一次世界大戦中には、降射法としても転用された。第二本帝国海軍でも、日清戦争中に、アームストロング車より12ポンド速射砲7本を、緊急輸入し、40口径やすしき12金側車法として、 装備化した。戦艦、富士より、魚雷防御法として搭載されたほか、駆逐艦などにも広く搭載された。当初は、アームストロング社の製品を搭載したが、後に40後継41年式12金属車砲として、国産化された。また、イギリス本国と同様、こちらも高射砲としても転用された。ありがとうございます。